こんにちは。そして初めましての方も、チョビーパパと申します。今回はちょっとおしゃれなコーヒーテーブルを製作してみます。今年の2月20日に動画をアップしたラウンジチェアがあるのですが、読書にはコーヒーがつきものということで、文庫本の棚とテーブルを兼ねたものを作りたいと思います。材料は杉の修正材と20ミリの丸棒になります。ではスタートです。